決めよう。ジャンボー仕方ないけど、仕方ない。いや、あのね、迷いのあるまま体を動かしてるから、うん、挨拶と連動してないんだよ。あ、なるほど。ジャンボーの言い終わりで動きも止まってほしいかな。もう一回言ってほしい。ジャンボーだから違うんだって。ジャンボーって言ってからやってるでしょ、うん、一緒にやってほしい。あ、なるほど。だって今、うん、完全に分けたんです。あ、いや、やってないからね。いや、なんかさ、いや、ね、礼儀のあれでさ、おはようございます。あ、おはようございます。じゃあ、もういい、おはようございますだったら、まあ、それはってなるから。じゃんけんの後出しみたいになってた。ジャンボそう。もう一回。はい。汁なし担々麺はね、私も大好きです、うん、やっぱり担々タイガーさん。あ、序盤で話したね。うん、そう、僕の心の師匠の一人であります、ね、この間ね、なんだっけ、東京のラーメンランキングかなんかの新人賞。汁なし担々麺ランキング2位だったんじゃないだっけ。いや、違う、ラーメン部門2位。新人ラーメン部門2位とか、やばい、そんなレベル。すごい、はい、がやっぱりリスペクトしてますんで。どこで買うんですか。あ、はい、ね、これ僕が買ってるのは上野のアメ横センタービルの地下。はい、ちょそのスパイス屋さん。スパイス屋さんだね。大津屋さんとか、インターネットで調べたら出てきます。上野のね、店とかで通販でも買えると思います、はい、普通のホアジャオだけだったらスーパーで買えるから、うん、あとはネットで、はい、こだわりの、うん、ところまでは。そうだね、中国食材屋さんとかね、もし都会だったらあると思うんだけど。これ最低でもどれが欲しいですか。3種類が。まあ、いや、どれか1個でいいよ。どれでもいい。どれでもいいんだ。ビリビリ強いのが好みなら青ホアジャオだし、香り高いの好みなら赤ホアジャオだし、まあ、バランスいいのが、まあ、ホアジャオ油はバランスいいし、どれでもいい。まあ、なかったら寂しいな。でも市販の日本の山椒をダメ。ダメだね。ダメ。フォアジャオがいい。うん、フォアジャオがいい。いや、日本の山椒はね、そういう味になる。まあ、それでも美味しいけどね。何も入れないよりは日本の山椒を入れた方がいいかも。それにしてもね、もう YouTube も1800超えて、はい、もうこれを公開する頃にはもう2000は超えてますね。本当？うん、教授ですよ。いやー、すごいね。どうしたんだろうね。1000まで500まで大変だったよね。大変だったよ。その300が、うん、結構大変だったもんね。500とか言っても、うん、わーとかね、わー今日なんか毎日 2,3 人増えるねなんて言ってたもん。今1日200人とか200人300人。はあ、まさかそんなことになるとはね。いや、本当にね、もしかしてね、これから何万人とかさ、なんかそういう風になっちゃったり、ね、今見てる人たちが、いや、小山のファンになる。うん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 、いい、みんないいよ、俺が育てたって言って今から手をつけといてほしい。本当に間違いない。このままね、大きくなったら皆さんがね、生まれて皆さんが育てたことで間違いないですから。今のうち、はいはい、お店に来ておいた方がいいかもしれないよ。そう、食べに行ける YouTuber になるから。おおおおおおお、うま、食べに行ける YouTuber。 決めるほどではないけど、決めるほどではないけどね。でも、うん、売れてきたら、うん、YouTuber がいるバーは。そうだよね。そんなのないよね、あんまりね。はい。で、これそんなに。あ、そもそもそこでそのまま入れるんだと思ってたのに、うん、そんなに汁をこぼすとは。絶対シャビシャビになるよ、今。大丈夫、汁あり担々麺になる。いや、そこまではなんねえし。汁あり担々麺だけど。あ、これね、素手で扱って熱くないんですかっていう質問がありましたが、僕は熱くないです。でも熱いでしょ。いや、熱いよ。普通の人は触れないと思う。ルナさん持ってみない。80度ぐらいまでは熱い。うん、ここ軽い。どうやって出すの？ポケットから。ないじゃん。いや、いいよ。ちょっと持ってみてください。こっちに出してくる？
ああ、それでちょうど今のでちょうどないところから出てる感じになる。ビガビガビガ汁なし担々パスタパパ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 。今日ドラえもんじゃないけど。いつもその格好で営業してるんですかって言われたの。インスタ映え。緑の緑緑しさが。緑緑しさ。いい、素晴らしい。室崎の語彙力ってテロップつけて。いい表情だこれ。はい。はいはい、ちょっと食べる前にさ、うん、まだこれあったかいっすか？あったかい。あ、まだ、まあ、うん、全然余裕、全然余裕。ああ、触れない触れない。そうそうそう。ああ、全然熱いじゃん。いやいや、この辺はもう超余裕。この辺でも大丈夫だよ。いや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 、結構熱いのよ。え、ちょっと、え、何度かさ、ちょっと普通に。え、大丈夫だよ。ああ、そう、普通にね、やけどな。え、そう、熱、内部に熱あるから表面は冷たいんだよ。うん、いやいや、全然。だから触るのはできる、触れるけど握れないっていう感じ。うん、もう、ああ、今はもう、うん、この辺は、え、大丈夫じゃない？いや、や、大丈夫、やけどしない？怖いんだよ、本当に。ああ、あー、熱い熱い。これをパスタ作った後に、うん、で、洗っといてってボンって手元に来る。いや、だから最近ね、熱いからって言うようにこれは痛い、これは痛いこんなパスタ食べれるのはさすがにうちだけかもしれない。あるある、聞いたことないな。担々パスタなんか聞いたことないね。東京探してあるのかな。知らない。まあ、いや、でもでもやろうと思えば作れると思う。特に担々麺の人とかは。そうだ。でもまあ基本相入れない、一緒に出してるお店はあんまないからね。中華とザーちゃんもない。自家製ラー油ないないよね。そうだね。ザーちゃんない、ザーちゃんない。